皆様こんにちは。セラフ榎本愛犬家住宅です。今回は猫が舐めてくる部位とその理由についてご紹介します。猫が飼い主の体を舐める行動には、その場所によって匂いを消したい、甘えているなどの理由があります。舐めるという行動は信頼、愛情表現の一つであるのです。顔を舐めるのは猫にとって最大の愛情表現であると言われています。他にも飼い主の反応を嬉しがっていたり、舐めれば起きてくれると思っているなどの理由も考えられます。顔と同様に愛情表現の一種です。ブラッシングなどのお世話の後に舐めてきた場合はお礼の可能性もあると言います。額を舐めてくる場合は、おもちゃの代わりとして遊んでいたり、匂いを消そうとしてくれている可能性があります。髪の毛や顔周りには匂いが強く出ているからです。以上でご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。